お、え？パターって聞こえましたよ今。やっぱりあの顎がないっていうこと。ええ。これはいやもうこれすごいジャッジですね。うん、だから五分五分ですね。うん。バンカーショットをやるとこれだけアゲンストとちょっと突っ込んでホームランやる可能性がある。はい。もうパターなら間違いなく乗りますから。吉田さん。はい。でも郷田選手やっぱりすごいですね。こういうところで。ちゃんとした自分を見失ってないですね。いや確かにね、こういうパターンでジャッジするっていうのはね、大変な決断です。まあ成功すればおそらく大きい話題になります。そうですね、一番難しいのはあの縁でボールの勢いを止められるかどうか。現在1ストロークリード、ま、乗り切れば来ます。段を登ってうまい。いやいや。